所宛あてとは、朝廷に設置されたところの別当を分任する儀式。隠宮王神下に置かれたところの長を決める儀式も、同様に呼ばれた。朝廷においては、大きく分けて、天上書あて、干書あて、局書あてが三つがある。天上書あては、苦行や天上人を別当に任じるもので、字幕と同時に行われることが多い。 大理聖領殿の天井の間にいて開催され、倉人別当が情景を務め、天皇の午前において便に空席となっている別当に関する報告を中心させ、洗礼などをもとにして土台を作成し、欠員を補充していく。作成された土台が天皇と摂官の許可を得た後に、 正式な決定である定文を作成し、さらに弁官から定文を渡された文がそれをもとに、大上官府や戦事を作成し、あるいは直接当該機関の職員を呼んで、口頭で新別島の人事を伝えた。定文は、宮内省、中塚佐省などに属する内定関連監視、蔵人所の管理下にある、書記官、書大事の順に記されていた。また、一人が、 複数の別当を兼ねる霊や苦行別当と、弁別渡りあるいは、蔵人別当のように一つの期間に、複数の別当が認じられる場合もあった。天上書宛ての最古の例は、縁起9年とされ、村上天皇以後は、天皇の代替わりに際して、空席遺憾を問わず全ての別当を白紙として新たな、別当を決め直した。官渉宛て、局所宛ては、 毎年2月の列見の儀式の後に実施され、大上官に属する便や文みを、監視や、干し宛てにて、同じく劇を、局所宛てにて、それぞれ監視や、所持の別当に任じる儀式である。天井所宛てよりも重要性の低い期間が多かったが、中には、天井所宛ての対象になっている期間に対して、さらに干し宛てによるし別当や局所宛てによる、 激別等を任命した事例もあった。ありがとうございます。